皆さん、こんにちは。建築試験一問一答チャンネルです。今日はですね、T の09の課題を解いてみたよという動画となります。これがまず1階ですよね。えっ、ー、と、イベントホールとショールームという300平米と350平米の巨大空間があります。で、角地になっていますね。えっ、ー、と、道路が、えー、と東側と北側に道路がありますね。エントランスがこっちから入っているというような形となります。で、えっ、ー、と、南側に公園があります。 でこちらが2階となって、こう中ボリューム、100平米だったり、70平米だったりっていう、居室を配置しますしようという課題、えっと、要求がありました。で、天井高が、えっと、7メーターだったり、えー、という処理を、えっと、この、えっと、吹き抜け、2層分の天井高を確保することによって処理しています。 で基準からちょっと見ていただきたいんですが、えっ、ー、と、400平米の事務室2室 AB と貸し事務室をですね、の要求があります。で、これをですね、えっ、ー、と、片側コアを90度回転させた形で解きました。で、ここがちょっとポイントなんですけれども、えっ、ー、とですね、えっ、ー、と、N の特訓課題のように、こう、両端コア、 で解くこともできるんですが、えー、とそれで、えー、と別回として作りましたただ一方で,、えーとですね、圧倒的に解きやすいのはこう片側コアをこう、えー、と長手方向にこう並列させる形でこの課題を解きますただこう90度回転させるとこう動線がスムーズにいかない場合はという,こう単純な、えー、と操作で、えー、と低層階も ききり収まるんですよ、ね、っていうのはちょっと見ていただくとエントランスからのオートロックっていうのをこうセキュリティがきちんと確保されてますよねこう90度回転させてもただその場合は6、えー、スパンじゃなくて今回7スパンで取っていますでそこら辺の操作のテクニックはちょっと必要なんですけれどもえっ、ー、とこう改めて申しますとえっ、ー、とですねこう 片コアを90度回転させると。そうすると、えっ、ー、と、短手にこう3スパンこう来ると。えー、で、溶けるよということです。で、これ何を言いたいかというと、えっ、ー、と、両端コアだったり、えっ、ー、と、センターこうちょっと左右に振って、みたいなことを、エスキーズ段階で迷っている方がいるかもしれないんですけれども、えっ、ー、と、本当に慣れているのであれば、それで行ってください。 ただですね、えー、っと、その3つのこう可能性を同時に、えー、本番で、えー、っとですね、こう、検証するのはなかなかこうちょっと厳しいような、僕は気がしているので、こう、片駒、もう片駒で決め打ちすると。で、その収まらない場合は、こう、90度回転させると。で、短手方向に、こう、縦に伸ばすと。 そうすることによって、事務室っていうのが、廊下を介して、えっと、アクセスできるようになるという、そういったこう単純操作の、えっと、この、片コアオンリーだけの検証で、えっと、ほとんど全ての問題は解けるはずなので、実際本番ではですね、で、その根拠として、えっとですね、こう、両端コアだったり、センターコアっていうのは、ある程度こう、条件がきっちりはまっている場合、 でないと解けないいいととけっていうことですよね要は、えー、と両端コアだったりセンターコアだけで溶ける問題っていうのはちょっと,、えー、と本番では、えー、と考えづらいような気がするんですよねなので、えー、と僕がちょっとおすすめなのは、えー、と片方コアでも決め打ちするとでもしそれで溶けなそうだったらえっ、ー、とですねこの90度こう回転させると この縦方向に肩甲を持ってくるというような解き方というのをえっと実践的なこう解決方法としてお勧めします今日は以上となります。